こんにちは、あみちくラボのゆみです。今日は、好きな糸で作りたいサイズに編むレッグウォーマーの編み方を紹介したいと思います。これは、赤ちゃん用のサイズです。で、このサイズ以外にも大人用でも編めるように作りたい大きさにするための、目数と段数の簡単な計算方法を紹介しますので、ぜひ挑戦してみてください。今回使う糸はこのレギアのトッティフルッティというシリーズ、大人気のシリーズで、靴下用の糸なんですけど、 72% コットンでできた靴下用の糸なので、ウールが入っていないためチクチクしないし、夏でも快適に履けるソックヤーンになります。この糸は、結構人気ですぐ売り切れちゃうんですけど、概要欄にリンクを貼っておきますので、欲しいなっていう方はチェックしてみてください。で、針は今回は、この3号の23センチのミニ輪針を使いたいと思います。で、これこの針以外にもこういう4本針、5本針両方が針になっているこういう針でも編むことができます。こういう靴下とか手袋とか細い筒状のものというのは、こういう小さい輪針か4本針5本針で編むことができるんですが、40センチの輪針では編むことができません。逆に60センチ以上の長い輪針だったらマジックループっていう方法を使って、編むことができます。で、針の種類によって編めるもの編めないものがあるんですけど、それについては以前詳しくまとめた動画を作っているので、わからない方はそちらをチェックしてみてください。で、今回はこの3号針を使うんですけど、必ず糸の太さに合った針を使ってください。では次に作りたいレッグウォーマーのサイズに合わせて目数と段数を計算していきます。で、今回私が作るのは1周が16センチで長さが23センチのものになります。簡単なメモで結構ですので、自分の作りたいサイズを代入して考えてみてください。電卓を用意して計算しながらやっていきたいと思います。で、今回の糸と針を使った10センチ四方のゲージは私は28目40段になりました。これはすでに試作で、編んだのでこの数字が出てるんですけど、小物の場合は試しゲージをわざわざ取らないで、この帯の数字を参考にしてもらってもそんなに大きな誤差は生まれないと思います。ただあくまでもこの指定された針のサイズに、合っていることと、自分のこう編み癖、手がきつめの人も緩めの人もいると思うんですけど、そういうのが分かった上で判断になると思うので、全く分からない方は一旦ゲージを取ってみることをお勧めしています。ゲージの取り方についても以前動画にまとめていますので、わからない方はそちらをご参照ください。では、目数を割り出していきます。まず作り目から考えていきたいと思います。まずは直径16センチにしたい、この大きさを出す方法です。まずこの作り目の数は、横の目数の方を使います。で、この目数、ゲージのこの10センチ四方の目数をまず10で割って1センチ四方の数字を出します。で、この数字にこの16センチ作りたい、輪の大きさをかけます。そうすると 44.8 という数字になりました。で、今回はリブを一目ゴム編みで編みたいので偶数にする必要があります。なので44目でスタートしたいと思います。次に段数を決めていきます。今度は縦のゲージを使います。縦が40段で10センチなので、これを10で割って1センチあたりの段数を計算します。そうすると1センチ4段になります。で、これを作りたい長さでかければいいんですが、
今回は最初と最後の 2.5 センチを一目ゴム編みにしたいので、ゴム編みの分をまず計算します。 4×2.5 で10で、これこの段数に関しては奇数でも偶数でも問題ないので、ここは10段にします。そして、ここ全部で23センチのうち5センチ、上下 2.5 センチの5センチが一目ゴム編みになるので、23-5をすると18センチになります。で、このメリヤス編みの18センチ分の段数を決めます。1センチが4段なので 4×18 で72段になります。そして最後の 2.5 センチもまた10段一目ゴム編みを編む、こんな形になります。このように必要な目数と段数を出したら、早速編んでいきたいと思います。編むのに必要な道具として、適切な針とハサミ、そしてマーカーが1つ、あとはとじ針をご用意ください。この針とハサミとマーカーに関しては、私が使っているものを概要欄にリンクを載せています。あと、とじ針についてもあるんですけど、とじ針は100円ショップなどでも売ってますので、手軽に購入することができます。それでは作り目から始めていきたいと思います。まず糸端から、作りたいこの一周の大きさのだいたい 3.5 倍ぐらいの長さの糸を引き出します。今回は16センチのものを作りたいので 16×3.5 で56センチぐらい、まあ、60センチぐらい一応取っとけば安心ですかね。引き出したところから作り目を始めていきます。このミニ輪針の場合は、右手に持つのはいつも長い方の針になります。で、左手の人差し指に糸玉側の糸をかけて、左手の親指に糸端側の糸をかけます。そしたら針を上から当ててくるりと1回回します。そして親指の手前の糸の下から針を入れて、人差し指の手前の糸をかけて戻ってきます。で、一旦親指の糸を外して手前の糸を引っ張ります。これが指でかける作り目です。もう一回やってみます。親指の手前の糸の下から針を入れて、人差し指の手前の糸をかけて戻ってくる。一旦親指の糸を外してから手前の糸を引き締めます。最初にかけたこの目も1と数えて、作りたい目数、今回は44目ですね。44目になるまで続けます。で、この作り目をするときに、目と目の間を5ミリくらい開けておくと、編み地が引きつれずにきれいにできると思います。44目作りました。そしたらこれを輪にしていきます。輪針の場合はこんな感じで、右側に糸がつながっている方の針で、左側に糸がつながってない方の針を持ちます。そしてよく見ると、この針にかかったループ状の糸と、そのこっち側にこんな感じで鎖ができています。で、この鎖が全部内側に来るようにねじれていないかを確認してください。ここでねじれてしまうと輪にすることができないので、必ず確認をしてください。そしたらねじれていないことを確認したら、マーカーを1つ入れます。そしてここから編み始めます。左の針にかかっている最初の目に針を入れて、糸をかけてきて出します。これが表編みです。今度一目ゴム編みを編まなきゃいけないので、次の目は裏編みをします。今度は糸を手前に持ってきて、さっきとは逆向きに目に針を入れます。そしてこの糸を針にかけて向こう側に出します。
これが裏編みです。あとは表編みと裏編みを交互に繰り返していきます。最初の1段目は少し編みづらいんですけど、目を落とすとやり直せないので、目を落とさないように気をつけながら進めてください。はい、一周編めました。これで一目ゴム編みが一段編めました。そしたら、10段必要なので、あと9段一目ゴム編みを続けます。一目ゴム編みを10段編んだところです。そしたらここからメリヤス編みになります。先ほどの計算でメリヤス編みは72段と出ていますので、全部表編みの段を72段編むことになります。すべての目を表編みしていきます。で、何段編んだか数えながら72段になるまで続けていきます。メリヤス編みを72段編んだところです。そしたらまたここから1目ゴム編みを10段編みます。編み始め側で編んだのと同じように、表編みを1回、裏編みを1回、これを交互に繰り返していきます。1目ゴム編みを10段編んだところです。そしたらこれで編み上がりなので糸を止めていきたいと思います。レッグウォーマーなので少し伸縮性がないと、足を通すときにきつく感じることがあると思うので、少し伸縮性のある留め方をしたいと思います。まず表編みを1目編みます。もう1目表編み、最初だけ2目続けて表編みをします。そして今最初に編んだ目を次の目にかけます。次の目を止める前に掛け目をして今編んだ目をそこにかぶせます。次、表編みを1目編んで掛け目した目を目にかぶせます。この繰り返しです。掛け目をして1目かぶせる、1目編んで掛け目した目をかぶせる、掛け目をして1目かぶせる、表編みをして掛けた目をかぶせる。これを繰り返していって全ての目を留めていきます。もしちょうどいいサイズのかぎ針を持っている方は、これをかぎ針で行うこともできます。その方が簡単です。掛け目をしてそのまま引き抜く、次の目を編んで引き抜く、掛け目をしてこれを引き抜く、次の目を編んで引き抜く、こんな感じです。どっちでもやりやすい方法で留めればいいと思います。最後の目を閉じたら一回鎖編みを編んで糸をカットして引き抜きます。これで編み上がりです。あとは最初と最後のこの糸端をとじ針を使って編み地の裏側で糸始末をします。糸端をとじ針に通して編み地の裏側で糸始末をします。糸を割りながらこんな感じで編み地に糸を通していきます。糸始末の方法については以前詳しくまとめた動画を作っていますので、よくわからないという方はそちらを合わせてご参照ください。これで編み上がりです。最後の留めたところが糸が突っ張らないように少しこう伸びる留め方をしているので、まあ、見た目的にちょっと伸びたように見えて気になるかもしれないんですけど、形を整えてスチームを当てたり、
あと水通しをしたり、洗濯をしていくうちに気にならなくなると思います。あと、まあ履いちゃえば分かんないしね。ただプレゼントとかしたい場合は丁寧にちょっと水通しとかしてあげた方がいいかなと思います。というわけでこれで完成です。今日はレギアのトッティフルッティというコットンベースの側ヤンを使って、作りたいサイズでレッグウォーマーを編む方法を紹介してみました。何か参考になれば嬉しいです。小さな赤ちゃんだけじゃなく大人の方も使えるように簡単な計算方法も紹介しているので、ぜひ作りたいサイズに合わせて編んでみてください。作り方に関するご質問がございましたら、コメント欄からお聞かせください。なるべく回答するようにしてますし、もし同じ質問がすでに出ていた場合、コメント欄を読んでいただくだけで問題が解決することもあると思います。ぜひ活用してみてください。このチャンネルでは編み物に関する糸や針のレビューやオリジナル作品の編み方の紹介などをしています。動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。